失礼します。今日はですね、この中華そばのちょっとこの提灯が気になったんで、急にですけど入ってみたいと思います。月の器だって。で、向こうが美観地区で、こっちが恵比寿湯の中間地点ぐらいにある、なんか裏路地にあるお店です。じゃあ入ってみたいと思います。はい、すごくね、待って、衝撃なんだけど。すごいよ、すごい。なんでこういうの置いてあるんですか。できたみたいな。コンセプトがまあなんかこういう和のっていうか昔の、まあ、黄金そばがおすすめということなんで、塩そばとかいろいろいっぱいメニューあるんですけど、ラー油そばとか、すげえ。おしゃれな感じです。いただきます。うまっ。めっちゃ中華そばの味、なんかちょっとでも濃い、あっさりなんだけど味は結構濃いもかもしれない予想よりも。麺が細麺で結構食べやすい。中華そばの麺って結構ちょっと太いのが多いじゃん。ここは私の好きな細麺で美味しいですね。めちゃめちゃ、醤油って感じ。醤油の味、ちょっと中華そばのなんだろうな、まあドロッとした感じじゃないけど、そういうのがない、あっさり、汁はこうサラサラサラって感じ。汁ね、最高じゃない？めっちゃ美味しい。ちょっとチャーシュー食べたい。いただきます。うん。チャーシュープリプリ。あと肉も、肉の部分もしっかりしてて、めちゃめちゃ美味しいです。
ほら、なんだろう、 QR コードハゲとるけど。ごちそうさまでした、はい、で、これ今スープまで全部飲んだけど、あっさりしてるよ。ちゃんとスープに味は濃くついてるんだけど、全然しつこくなくて、なんかこうぬかっていう豚骨ラーメンみたいな感じは本当全くなくって、本当に中華そばあっさり、全然麺全部食べてももうまだ全然次行こうみたいな、パフェ行こうみたいな感じ。アイスとかパフェとか食べようかなって感じで、ちょうどここ先美観地区があるんで、もう一軒行こうかなっていう気になります。はい、なんで美観地区行く前のなんか若干おやつっていうかおしらえしようかなぐらいのラーメンにすごくいいかなと思いました。ごちそうさまでした。はい、はい、カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カナペコスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。